死ぬまで二度と踊りたくない、踊りたくない。ゲゲゲ、踊りたくない、踊りたくない、ああ、私は2012年に初めてこのダンスダンスダンスというイベントが始まった時からボレロで参加させていただいていて、今回3回目なんですけれども、本当に横浜のみなとみらい地区の素晴らしいロケーションで野外でもってバレエをご覧いただくっていうの、すごく画期的な、当時は本当に楽しみで楽しみで仕方のない舞台でした。でやっぱり、踏んでみてとても素敵なやっぱり舞台でいい経験ができたなって思っていたので、今回も参加できてとても嬉しいです。僕も2012年から出演させていただいてて、前回3年前の2015年の時に初めてボレロをデビューさせてもらった、すごい自分にとっても思いの強い舞台をまた出させていただけることになって、しかもまたボレロを踊らせていただけるということで、すごい今から僕は楽しみでいっぱいで、しかもその他にもタムタムとドンキホーテと東京バレエ団ではすごい盛り上がる作品が目白押しになっているので、今から楽しみです。今回のテーマなんですけど、ボーダーを超える、僕だったら障害とかジェンダー性別ですよね、あとはその国籍とかそういうものをこう超えた中でいろんな種類っていうものをこう混ぜてこう発表しようっていう回だと僕は思ってるんですよ、個人的に。で僕自身こう過去にすごくボーダーを障害、僕の場合はこうすごく感じてきたんですよね。でも幸か不幸か、こう時代的にですね、こう東京2020のおかげでそのボーダーがちょっとずつですけどなくなりつつあるんですね。なのであラッキーと思って、それをこうね利用しない手はないとこう思い、公園にこう立ってるわけなんですけども、ソナーという作品で、ソナーっていうのはもともと音波ですけど、そこから派生してその、全てが持つ振動ってなった時に、じゃあ例えば僕らの体からも何かしら振動が発生してるかもしれない、じゃあもしかしたら人はそれをアウラって呼ぶかもしれない、でもそれが人にどういう影響を与えるのかっていうのはやっぱり、その人の人生だったり、その人の今まで生きてきた道だったり、そういうものが影響して僕自身が影響、悪い影響を与えるのかいい影響を与えるのか、ソニックウェポンのように人を殺すことだってできるわけですし、そういう波動は、だからそういうそのなんか、言葉ではない何かまた違う、そういうその言葉を超えたところにあるそういうもので、人はどういう人だけじゃないかもしれないですけど、どうコミュニケーションを取れるのだろうかみたいなコンセプトで、やろうみたいな感じになってて、そんな小難しいことも言いながら、単純にノルウェーで、僕にとっては新たな、新鮮な環境で作品を作らせてもらえることもすごく楽しいですし、それが最終的に横浜に来るっていうことを、楽しみたいです。もう本当に僕は日本語と英語で、及川淳也君という音楽の人は、ドイツ語と日本語なんですね、英語は喋れない。でヨン・フィリップはたまたまなんですけど英語と、ノルウェー語ももちろんそうなんですけど、あとドイツ語は喋れるので、不思議なこう三角関係でコミュニケーションが進んでいて、そのちょっとした伝言ゲームがある、そのちょっとふわっとした部分をちょっとその言葉の向こうにあるその何かっていうふうに捉えたりしながら、なんかクリエーションを楽しみつつパフォーマンスを、楽しませてもらえればなと思ってます。ダンスダンスダンスってなってまして、ダンスなんですけれども、私たちは多分オリジナルの音楽を作っているってこともあって、歌も歌ったりとかして、ダンス作品を作るっていうような意気込みでは全くやってないんですけれども、どっちにしても横浜の方の前でやろうが、フランス、合ってるフランスでね、フランスの方たちの前でやろうが、特に変わらずに私たちは私たちのままで、フランス人に媚びを売ることもなく、
やっていきたいと思っております。メルシー。当フェスティバルの次世代育成プログラムにご協力いただくビッグゲストからメッセージが届いておりますので、皆様にご紹介したいと思います。皆さんこんにちは、東方神起のユノです。チャミンです。8月から行われるダンスフェスティバル、ダンスダンスダンスアット横浜2018でダンスの楽しさを届けるプログラムに僕たち東方神起も参加する予定です。横浜は僕たちにとっても特別な場所ですよね。ですよね、はい、ですよね。6月には日産スタジアムで史上初の 3Dsライブを行うので、とっても、はい、楽しみです、はい、ぜひダンスダンスダンスアット横浜をきっかけに、また横浜にお越しいただいて、街にあふれるダンスをお楽しみください。以上、東方神起でした。